尼崎市で保護犬について考えるシンポジウムが開かれ、地元の高校生とタレントの杉本彩さんがペットの命の大切さを訴えました。このシンポジウムは尼崎市の高校生中村可憐さんが立ち上げた保護犬の啓発プロジェクトの実行委員会が主催したもので、動物愛護活動に取り組むタレントの杉本彩さんが講師として招かれました。動物の命もその他のものと同じように変わらず、まあ、そういった大量生産のもとにはですね、不良在庫、余剰在庫、売れ残りっていうものがこう発生してしまうわけですよね。杉本さんは参加したおよそ100人に向け、劣悪な環境で繁殖を繰り返すブリーダーの存在や、ペットショップでの販売を禁止している国があることなどを説明し、より強い法整備が必要だと訴えました。また中村さんは、ペットの生きる権利をワン犬として提唱し、発信を続けています。知らないことがたくさんあって、少しでも若者とかにも多く知ってもらっていって、処分ゼロっていうふうになったらいいなっていうふうに思います。中村さんたちは、ペットの殺処分ゼロを目指して、今後も活動したいとしています。